ここからはゆるった、しつけはシャキッと、しつけ大好き、山宮ひろこです。こんにちは。今日は、帯結び、しかも縦や、都会的、洗練されてる、それなのに簡単、あっという間にできちゃう、だけど、素敵っていう縦やの帯結び。それでは、いっちゃうよ。中仮紐は普通にかけといてね、ゴムの部分だけ引っ張って胴の上で、前のね、胴の上、ここだよ、ここで結んでおいてください。そしてしっかり垂れ元を開きます。こうして開くことによってね、しっかり強固に緩まない。そしたらこれを表を中にして1/2、そしてここをもう一回1/2、こちらも1/2。要するに1/4にするってこと。そして、先の方まで整えて、こういうストライプの帯だとね、目安になるからやりやすい。こうして、なるべく先まで整えておくこと。で、こちら側の羽ね、上前側の羽は、襟幅の半分のところまで。この襟肩脇に向かって置いて、襟幅の半分のところまでの長さで、手前の2本、手前の2本にかけます。そして、そのまま、できるだけ綺麗に折り進んでいって、で、こちらも全部で46センチぐらいの縦やになるようにして、下にゴムをかけます。これで縦矢の矢が一本通りました。こんな風に縦矢の矢を一本通します。まずは縦矢を作ります。続けていきます。こうして折り上げたら、この部分を整えて、この先、タレの先ですね。タレの先を折りたたみ、マックスでこの上の羽と同じ大きさ。長さが足りなかったら小さくしてもいいですし、長さが長いからといってこれを長くすると垂れ下がって縦屋っぽくなくなるので、マックスこれと同じ大きさ程度にして、お背中に一本残っていたのに通します。ここはくるりんぱっとできる。くるりんぱとできる長さがあればいいわけです。こんな風に用意しましょう。十文字にかかったわけです。そうしたら、今回は枕がここです。なので、大きな枕は NG。これは薄っぺちい枕だけど、薄いとか小さいとか、もう大きいのしかなかったら、半分この中に埋め込んでも大きくってできないのであれば、そしたらもう、コットンとかそういうので、ピタッとするような感じ。そうしてあげないと、もこっとこうなって上がると上がって降りて、縦やらしさがなくなるからなんです。これはあくまで、帯を押さえてあげる感じです。結び目をしっかり押さえてあげる感じで、前に持っていって、枕は結んだらおへそを目指して帯の胴の中にしまい込んであげます。おへそ目指していってね。で、脇もしっかりと中に落とし込みます。しっかりと中に脇落とし込んでいってあげてください。枕が帯の胴の中に回り込んでもそのままズルズルっと下に落ちてしまうような、そんな緩い結び方でなければ、胴の中に入っていてもいいと思いますよ。大きすぎてしまうよりは、ベター。こうなりました。枕が完成。帯揚げをかけて、
この帯編みも後から大変なので、この時に綺麗に枕にかかるようにして、縁も太くなりすぎないように整える。この時にね、太くならないように整えるの大事です。こうしてね、大事です。そして手を輪を持って胴に四周を入れてぐーっと締めてきて、帯の上線よりも上に結び目を乗せ、こちら側を整えて、ここにパタパタ屏風ひだです。これも長さによってですね、手の柄の長さによって、左手で持って寄せてきます。そしてくる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 っとここに乗せます。ここに準備ですよ。そうしたらこれをくるりんぱとお背中のに一番近い三重仮紐でくるりんぱしています。上に出して、今回のこれはね、裏も可愛いから裏出して、そしてこちらとこちら引き合うと締まりますよね。締めて、この部分をきれいにひだを整えながら太鼓を作っていきましょう。で、その時に縦矢が縦になりすぎないように60度ぐらいの感じ、45度だとちょっとやりすぎですね、を目指して、帯締めを入れて、柄のないところは胴の中に畳んでしまいましょう。そして少し広げて、ひだをきれいに見せたら、帯締めを前に回して、帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫ですよ。しっかり締めてください。こんな風になって結び方はこれで完成です。ね、簡単でしょ。さあ、ここから形付けです。まず縦矢の羽ですが、広げます。広げて襟幅の半分程度のところに羽が乗るようにしましょう。そして最後に太鼓を作ったパタパタ屏風ひだ、こちらと引き合いながらバランスを見てください。この部分、縦矢の続きですから、ここを締めるとここもキュッと締まってきますよね。少し開き気味にして、サブの縦矢、そしてこちらも開いてください。羽がテローンとならないように元気よくなってくれるように、縦やらしく貼らせましょう。羽を広げて、ひだの溝がお背中にぴったりフィットするようにしてあげてください。平らな面には手アイロンをかけて、ツヤを出していきましょう。山が一つ一つきれいに見えるように、溝に手を入れてあげますね。羽があまりにも重なりすぎてしまわないように、少しずらしてあげると躍動感が出てきます。さあ、こんな風になりました。どう？簡単でしょ？
やってみてー。